母子家庭の貧民は一番最後。ゲラゲラと下品に笑いながら私をバカにしてくる銀行員の斉藤。その言葉を私は初め理解することができなかった。いや、理解したくなかったのだ。なんて失礼な男なのだろう。もし許されるのなら、今すぐその面に一発食らわしたいとも思ったほどだ。貧乏人は後で呼びます。時間の無駄。この男は周りからどんな目で見られているか分かっていないらしい。みんなが彼の態度に顔をしかめ、彼に冷たい視線を向けている。そんな空気の中、可愛い娘が口を開く。120億全部、隣の銀行に移そう。直後、この銀行員は地獄を見ることになる。私は野村瑞希。娘が可愛くて仕方がない普通の母親だ。そして私は娘の秋と二人で暮らすシングルマザーである。日当たりの良い小さなアパートで暮らしていたが、さすがに12歳の子供ともなると手狭になっていた。そこで秋も中学への進学を控えていることもあり、この機会にと引っ越そうと考えていた。引っ越しを考え始めた要因はもう一つある。最近ちょっとしたトラブルが起きていることから、もともとこのアパートを出ようと考えていた。そのトラブルというのは駐車場のことだ。時折私が借りている月決め駐車場に無断駐車されることがあった。お母さん、また止まってるよ。ほんと困ったわね。その車は誰から見てもわかる高級車だった。どうやら仕事の際に乗ってきているようで、夜にはいなくなる。しかし私が仕事の関係で早めに帰ってきたりすると、その高級車が止まっているせいで私の車が止められず、やむなく買い物などして時間を潰すしかない。はっきり言って迷惑だし、私は自分の車を止めるために毎月お金を払っているのだ。決して無断駐車させるためではない。すいません、またあの車が止まってて。はい、お願いします。管理会社に連絡して注意してもらうが効果なし。そこで私は警察に連絡することにした。こういった私有地への無断駐車は民事不介入なんですよね。そうなんですか。ああ、でもパトロールをして持ち主に口頭注意ぐらいなら。警察は民事不介入ということで渋っていたが、持ち主を見つけ次第口頭で注意してくれることを約束してくれた。しかしどうやらその行為が相手の逆鱗に触れたらしい。おい、お前だな、警察に俺のことを言ったのは。ある日、秋と共に買い物から帰ってくると、高級車の持ち主が待ち伏せをしていた。いきなり怒鳴られたことに固まっていると、男は私たちにさらに怒鳴ってきた。お前が警察になんて言うから、俺が恥をかいただろ。ちょっと使わせてもらってるだけじゃないか。心が狭すぎる。と言いたい放題言ってくる。この場にいたのが私一人なら怒鳴り返していただろう。むしろ返り討ちにしていた。しかし今は秋が一緒にいる。私はじっと我慢して男が言い終わるのを黙って聞いていた。その顔覚えたからな。男は言いたいことを言い終えたのか、怒鳴り散らして帰っていった。ごめんなさいね、秋。怖い思いをさせちゃったわね。ううん、私は平気だよ。そんな怖い思いをしたため引っ越しを早めることに。そして条件に合ういいマンションが見つかり、私たちは新しい住居に住めるのを楽しみにしていた。引っ越しの手続きの中、銀行に行く必要が出てきたので、私は夏休み中の秋を連れて銀行に行くことに。わあ、結構混んでるね。そうね、待つことになりそうだけど大丈夫？大丈夫、暇つぶしの本も持ってきてるから。
銀行はかなり混雑しており、待ち時間があるようだった。番号札を取って順番を待とうとしたとき、あ、そんな声が聞こえた。それに声の方を見ると、一人の中年男性が私を見ていた。その顔には私も見覚えがある。あの怒鳴ってきた高級車の持ち主だ。あ、あのおじさん、勝手に車止めてた人でしょ？しかも謝るどころか怒鳴ってきた人。アキも気づいたらしく、普通の声量で言った。とはいえ、男の声で視線が集まっていたのもあり、周りがひそひそしだす。人のことを悪く言うもんじゃないわよ。はーい。私は肯定も否定もせず、アキをたしなめる。その男は、斉藤というネームプレートを下げている。ここの銀行員だったのか。そんなことを思いながら、斉藤という男を見ると、真っ赤になってうつむいている。私は番号札を取り、アキを促してソファーに座った。それにしても、アキの度胸の強さは私に似たのかしら。そう思いながら私は呼ばれるのを待っていた。ねえ、さすがに遅すぎない？確かに、ちょっと聞いてみた方がいいかもしれないわね。しかし、1時間経っても名前が呼ばれる気配がない。呼び出し番号はとっくに私の番を過ぎている。私より後の番号の人がすでに用事を終えて帰っているほどだ。私は立ち上がり、窓口の女性に声をかけた。すみません、この番号なのですが、まだ呼ばれないようで。女性は沢口というネームプレートを下げている。その沢口さんは青い顔をして何か言おうと口を開いた時だった。おい、沢口。横から斉藤が口を挟み、それを止める。それにびっくりと沢口さんは肩を震わせた。もう少々お待ちください。そういうのがやっとという感じで、彼女は頭を下げた。わかりました。それにおかしいと思いながらも、私はそう言って引き下がった。そんな私の様子を斉藤がにやりと笑いながら見てくる。それも正直言って不快だったが、私は無視することにした。どうだって？もう少しお待ちくださいって。そうなんだ。アキもどこか納得してなさそうな顔をするが、おとなしく待ってくれた。それからしばらく経ってもなかなか呼ばれない。アキも本を読み終わって手持ちぶさたそうにしている。ちょっともう一回聞いてくるわね。そうアキに言い、私がもう一度沢口さんに聞くが、先ほどと同じ返答しか返ってこない。それを不審に思い、他の銀行員にも聞いてみることに。すると、その銀行員も同じようにうつむいてしまい、もう少々お待ちください。としか言えない様子だった。そんな状況の中、私の様子を斉藤が勝ち誇ったように見てきた。思わず視線を向けると、気がついたのかにやりと笑って口を開く。お前、シングルマザーなんだろ？母子家庭の貧民は一番最後。は？この男は今何と言った？理解できない私がおかしかったのか、さらに斉藤が馬鹿にしたように笑ってくる。他のお客様の時間をお前なんかに奪わせねえよ。貧乏人は後で呼びます。時間の無駄。その言葉に怒りで一瞬頭が真っ白になる。頭の中でその顔面に強烈な一撃をお見舞いしながら、斉藤と周りの様子を見る。周りの人間が皆顔をしかめていることがわからないのか、ゲラゲラと下品に笑う斉藤。中には冷たい視線を向けている人もいるというのに。おそらく、違法駐車を注意されたこと、先ほど秋が言ったことに対する腹いせなのだろう。沢口さんをはじめとした銀行員の何人かは、顔を青ざめてうつむいている。
いい年した大人がこんな幼稚なことをしてくることに私は腹が立った。これはこの銀行の方針なんですね。お金を持っていない人は一番最後にするって。私は声を張り上げて、わざと大きな声で聞こえるような声でそう尋ねた。それにさらに周りの視線が集まり、斉藤を冷たく見つめてひそひそしだすが、斉藤自身は気づいていないらしい。ニヤニヤ顔をやめず、私を見下したように見てくる。シングルマザーだからって貧乏だとは限らないのでは。たとえ貧乏だとしても、私はこの銀行にお金を預けている顧客なのですが、他のお客様同様に扱う必要があるのでは。どうせ預けてるって言っても数万円だろ。アパートに住んで軽自動車に乗ってるようなやつがよく言うや。そう言ってバカにして笑ってきた。うん、もう許さない。その時、不機嫌そうな顔をした秋がそばにやってくる。そして斉藤を睨みつけながら口を開いた。ねえママ、こんな嫌なおじさんのいる銀行じゃなくてさ、120億全部隣の銀行に移そう。そうね。可愛い娘の言葉に私は笑顔でうなずいた。何言ってんだこのガキ。120円の間違いじゃないのか。そう言ってせせら笑う斉藤。私はそんな彼の前に自分の分と秋の分の通帳を叩きつけた。なら、その目で確認してみたらどうですか。私の言葉に斉藤は余裕の表情で通帳を開いた。その表情がみるみるうちに真っ青になっていく。それに今度は私が勝ち誇った顔をしたのだ。実はこれでも私は会社の社長をしている。その会社は10年前に他界した夫から引き継いだものだった。私の夫ヨシキは学生時代に IT 会社を起業した。俺の夢はこの会社を大きくしてたくさんの人に喜ばれることなんだ。その言葉の通り、最初は小さな会社だったが、ヨシキは才能があったのか、どんどん成長して大きくなっていった。みずきにも協力してもらうぞ。ええ、もちろん。この会社は私の夢でもあるのだから。私はヨシキとはもともと仕事仲間だった。大学時代の同級生であり、一緒に会社を立ち上げた時のメンバーでもある。みずき、俺と一緒に来てくれないか。ええ、面白そうだし、いいわよ。それと、俺の恋人になってほしい。交際を始めたのは大学卒業の時。それからずっとヨシキのそばで一緒に頑張ってきた。数人のメンバーで立ち上げた会社は、10年経つ頃には従業員が100人を超えるほどに。ここまで頑張ってこれたのは瑞希がいたからだ。そうね、私もヨシキがいたからここまで頑張ってこれたわ。そして10年目の節目に私はヨシキからプロポーズされた。これから先ずっと人生を共にする人は瑞希がいい。そんな風にヨシキが言ってくれたのだ。ちなみに場所は珍しく出かけた綺麗な夜景が見えるレストラン。普段はそんな高級店になんて行かず、居酒屋ばっかり行っていたので、私もヨシキもガチガチに緊張していたものだ。しかし、プロポーズされたことで、ヨシキの緊張はそれだけではなかったのだと悟った。ええ、喜んで。よかった。私が泣きそうになりながらうなずくと、途端に今にも溶けそうなくらい緊張が解けるヨシキ。そんな姿に思わず笑うと、彼も幸せそうな笑顔を浮かべた。そんなヨシキの姿に、私はこの人を一生支えていきたい、そう思い、心からの笑みでお返ししたのもいい思い出だ。彼との結婚生活は毎日幸せな日々だった。仕事でどんなに疲れていても、家に帰ればお互いの存在に癒された。みずき、今日は俺が飯を作るよ。
あら、ありがとう。じゃあ、洗濯は私がするわね。あ、頼んだ。ありがとな。お互いに家事をしてはありがとうと言い合い、記念日には贈り物をし合う。定期的にデートにも出かけ、お互いに正直な気持ちを言い合う。そんなラブラブな生活を送っていた。俺、瑞希と出会えて本当に良かった。私もよ。俺たちの子供にもそう言ってもらえるくらい幸せにしよう。そうね、私たちの子供にもたくさん幸せになってもらわないとね。秋が生まれたのは結婚してから2年後のことだ。私もよしきも名前に希がつくので、女の子なら私の名前から希望の希を、男の子だったらよしきの名前から樹木の木をつけようと話していた。かわいい女の子だ。本当ね。名前は、ずっと考えてた。秋なんてどうかな。ええ、とてもいいと思うわ。そして私たちの娘に秋という名前を送ったのだ。それからよしきは秋をかわいがり、積極的に育児をした。今夜は俺がするから、瑞希はしっかり休んで。ね、ありがとう。夜泣きには交代で対応し、おむつの交換も手慣れたものだった。離乳食用に大きなすり鉢とすりこぎを買ってきたが、秋は食べる量が少なかったため、宝の持ち腐れとなってしまった。まあ、これもいい思い出ってことだな。そうね。秋が大きくなったら話してあげましょう。きっと笑い話になるわ。確かに。そんなよしきだから、秋と話すときはずっと赤ちゃん言葉なのもあって、職場で社員に赤ちゃん言葉で接するという事故がたびたび起きてしまうということもあった。ちょっと社長、また赤ちゃん言葉になってますよ。え、あ、しまった、忘れてくれ。もう何度目ですか。本当、親バカですね。そんなよしきを社員は微笑ましく見守り、私もこっそり笑っていた。秋がハイハイすると、自分も娘の後をハイハイしてついていき、歩き始めた時には転んで怪我をしたらと心配しすぎて常に後ろに控えるようになっていた。そんなよしきを秋は大好きで、ママより先にパパと言った。聞いたか、瑞希。今、パパって。ええ、聞いてたわよ。やった。アキがパパって呼んでくれた。号泣して喜ぶヨシキに若干引いたものの、私は幸せを感じていた。しかし、そんな家族に不幸が訪れたのは突然だった。ヨシキ、アキが熱を出したって言うから早退させてもらうわね。あ、わかった。俺も一緒に行こうか。大丈夫。じゃあ先に失礼します。私が育休から復帰してしばらく経った頃、秋が発熱して保育園から電話があった。私はよしきに許可をもらって早退し、秋を保育園に迎えに行って小児科に連れて行った。すっかり遅くなっちゃった。よしき心配してるだろうな。小児科はその日混雑していて、帰宅は19時を回っていた。え？何これ？すると、マンションの前にパトカーや救急車がたくさん来ていたのだ。何かあったのかと思っていると、交通事故だって。怖いわね。追突された車の運転手、大丈夫かしら。通行人がそう噂しているのが聞こえた。胸騒ぎがして近寄ると、信号を無視した車が事故を起こしたことが分かった。そして、信号無視の車に追突され、電柱にぶつかっている車は、よく知っている車。よしき？よしきが乗っているはずの車だった。それから警察に話を聞くと、追突された車に乗っていたのは、やはりよしきだった。よしきは、電柱と追突した車に挟まれ、そのままこの世を去ってしまったのだ。車には
秋の好きなヨーグルトやアイスが入ったエコバッグがあった。熱を出した秋が食べられるものと考えて買ってきてくれたのだろう。しかしそれらももうぐちゃぐちゃになってしまい、食べられるようなものではなかった。あの時一緒に来てもらえば。そこからのことはあまり記憶がない。私たちの両親は遠方にいたが、急いで駆けつけてくれた。水木、ああかわいそうに、あきちゃんを残してすごいことだ。なんとなく両親が私のそばにいてくれたのをぼんやりと覚えている程度だ。呆然としている私に代わり、さまざまな手配をしてくれたのは両親たちだった。みんながよしきとの突然の別れに涙を流していた。秋だけはまだ何も分かっていないのか、集まった人にニコニコと笑顔を振りまいていた。それが何よりも悲しみを増長させた。よしきがいなくなった事実、そして交通事故の悲惨な様子、それを思い出してしまうため、当時住んでいたマンションは売却し、私は小さなアパートを借りた。そこは私と小さな娘の二人が暮らすにはちょうどいい大きさだった。私がパパの分まで秋を守るからね。それからよしきの仕事を私は引き継いで社長となった。誰からも反対の声はなく、私を支えてくれた。そのことに関しては感謝しかない。よしきは秋のためにと多額の遺産を残してくれていた。でも私はお金ではなく、よしきにずっといてもらいたかった。よしきがいてくれるならずっと貧乏でもよかった。それでも秋のため、よしきの分も愛して守り抜こうと決めたのだった。さて、しっかり確認してもらえたかしら。私は青ざめている斎藤に尋ねた。はした金しか入っていませんか？あなたにはそう見えるのかしら？私の問いかけに斎藤は何も言わずに赤い顔をしてプルプルと震えている。羞恥なのか怒りなのか、それはわからないが、何も言わないのなら好きにさせてもらおう。あなたのような銀行員がいるようなところに、安心して私の資産は預けられません。今後一切の取引をやめさせていただきます。斎藤にそう宣言し、固唾を飲んで私たちの様子を見ていた沢口さんに微笑んだ。申し訳ありませんが、支店長を呼んでくださいませんか？この人じゃ話にならないわ。は、はい、ただいま呼んでまいります。沢口さんは慌てたように支店長を呼びに走った。数秒後、支店長は慌てた様子で私の元へと駆け込んできた。野村社長、お久しぶりでございます。今回はどういったご用件でしょうか？沢口さんにどんな風に呼ばれたのかわからないが、支店長は相当焦っているのか、声が若干おかしい。本当に社長だったのか？頭を下げた支店長の姿に、斎藤は私を見ながらつぶやいた。私は支店長に役に立たなかった番号札を渡す。いつまで経っても呼ばれないので、斎藤さんに聞いてみたら、母子家庭の貧乏人は一番最後、他のお客様の時間を奪うな、待ってろと言われたんです。こちらも時間が惜しいので、隣の銀行と今後は取引をしたいと思います。もう待てないので。私の言葉に支店長は面白いくらい顔を真っ青にした。信じられないなら証拠もありますよ。そう言って秋がスマホを操作する。私は防犯などの観点から秋にスマホを持たせている。そのスマホで今までのやり取りを撮っていたらしい。秋のスマホから先ほどの斎藤の暴言が流れた。あら、撮ってたの？まあね。申し訳ございません。そんな証拠まで見せられ、
支店長は土下座をする勢いで謝罪してきた。そのそばで斉藤は先ほどと変わらずうつむいている。それだけは野村様とのお取引がなくなってしまいますと、私どもは大変苦しい立場になってしまいます。だって貧乏人って暴言を吐かれたんですよ。私との取引なんて大したものじゃないのでしょ。そもそも貧乏人は後回しって会社の方針なんですか。私の他にもこんな目に遭っている人がいるとしたら、こんな人権意識が低いところと関係なんて持ちたくありません。いつ何が起きるかわからないもの、それが信用ってものでしょ。その通りです。大変申し訳ありません。支店長は涙目で謝り続けている。なんだかだんだん支店長がかわいそうになってきたわ。だって悪いのは彼ではなく、そこにいる斉藤なのだから。斉藤はうつむいてプルプルと震えたまま何も言おうとしない。このままでは何の解決にもならない。斉藤さんは何か言いたいことがありそうですけど。そう言うと斉藤はパッと顔を上げた。旦那の遺産で裕福に暮らしているだけだろうが、女のくせに生意気だ。その怒鳴り声は銀行中に響いた。その後も暴言の嵐となる。旦那がいなくなってせいせいしてるんだろ。金だけ残してくれれば用済みだもんな。女なんてみんなそう思ってるんだ。やめなさい。支店長は斉藤を止めようとするが、暴れて手がつけられない。私は秋を下がらせて斉藤を睨む。うるさい。そして斉藤に向かってそう怒鳴った。何も知らないくせにそんなことを言わないで。今まで怒鳴り返されたことがないのか、斉藤はビクッとして怒鳴るのをやめた。私は夫に生きていて欲しかった。お金なんてなくていい。ただそばにいてくれるだけでよかった。一緒に娘の成長を見守って、一緒に喜んで、一緒に年老いていきたかったの。それだけだったのに。私は自然とこみ上げてくる涙を止めることができなかった。悔しいのか悲しいのかわからない。涙を娘の前では絶対に見せまいと思っていたが、止めることなどできなかった。秋。しかしそんな私の手を秋がそっと握ってくれた。そして私に微笑んでくれる。私は確かに母子家庭です。でもそれが悪いことだとは思いません。私は幸せです。父がいなくて寂しいと思うこともあるけど、母がたくさん愛してくれるから。私たちが母子家庭だから何なんですか。あなたに迷惑かけましたか。迷惑かけているのはあなたでしょう。勝手な思い込みで嫌がらせをして他の人に謝らせて、うちの駐車場に迷惑駐車して逆切れしたのもそう。子供の私から見てもあなたみたいな大人はありえないと思う。あなたは心が貧しいんだよ。秋は最後の方は怒鳴るように涙声になりながら必死に伝えていた。そんな娘を私は抱きしめる。いつの間にかこんなに成長していたのね。斉藤はそれでも何か言おうとしていた。しかし小学生に完全に論破されたようだった。お前たちなんかそう言い続けている。そんな斉藤をたしなめたのは、もうやめましょうよ斉藤さん。もう私たちもあなたの言うことは聞けません。沢口さんだった。彼女はまっすぐに斉藤を見つめている。くそ。斉藤はそう吐き捨てるとどこかに走り去ってしまった。あ、待て。その後を支店長が追いかけるのだった。言い返せなくなったら逃げるなんて本当に子供っぽいな。不快な思いをさせてしまい大変申し訳ありませんでした。沢口さんは私たちに丁寧に謝罪してくれた。他行に預金を移動させるのなら手続きいたします。その上でそう言って頭を下げた。彼女も
斎藤の被害者なのだろう。きっと普段から斎藤に逆らえないように圧力をかけられていたのかもしれない。それでも今回私たちのために反抗してくれた。いえ、あなたのような人がいてくれるのならそれはやめます。私はそれを丁寧に辞退した。私こそ大人げないことをしてしまい申し訳ありませんでした。そして私も謝罪した。沢口さんは頭を上げると秋を見て優しく微笑んだ。優しいお子様ですね。そう秋を褒めてくれた沢口さんは自分にも小さな娘がいることを話してくれた。彼女のお子さんもおとなしいが芯の通った子供らしい。秋さんのような優しくて強い子に育ててます、そう言ってくれる沢口さん。秋は彼女の言葉に照れたのか私の後ろに隠れてしまった。斉藤はその後銀行で姿を見ることはなかった。あの斉藤さんってどうしたんですか？ああ彼は、話によると彼は懲戒解雇されたのだそうだ。先日の一件に加え様々なところで違法駐車していたのがバレたらしい。何度か警察のお世話になっており切符を切られて無免許状態で運転していた。そこで捕まりその件で懲戒処分となったそうだ。というわけです。あらあら、まあ自業自得よね。私とすっかり顔なじみになった沢口さんがそう教えてくれた。沢口さんは今では外回りで私の元に来てくれるようになった。彼女とはプライベートを含めていい関係を築いていた。そういえばうちの子がお姉ちゃんと遊びたいって言ってたんですよ。あら、秋もまた遊びたいなって言ってたのでまた遊びましょうか。はい、ぜひ。沢口さんの娘さんと一緒に遊んでみたところ彼女がすっかり秋に懐いた。秋のことをお姉ちゃんお姉ちゃんとしたい。秋もそんな娘さんに対して私はお姉ちゃんだからと張り切っている。私はよしき以外の人と生涯を共にするつもりはないので彼女に邸前を送ることはできない。それは秋も分かっているのか、その分娘さんを可愛がっている。その後私たちは新しいマンションに引っ越した。都心のマンションは3人で暮らしていた頃の日々を思い出す。パパってばね、秋の後ろをついて回ってて何それ。しかし悲しみだけではなく幸せな記憶の方が大きいことに気がついた。だって秋が可愛くて仕方なかったんだよ。今でもよしきが近くにいるような気がするのだった。振り返ればそこにいて笑っているような気がする。ねえパパっていつもニコニコしてた人？ええ、そうね。なんとなく覚えてるの。いつもニコニコしててその人が大好きで、だからみんなが泣いている時もニコニコしていればきっと笑ってくれるって。その言葉に思わず目を丸くした。そうか、あの時秋が笑っていたのはよしきのように周りを笑わせようとしていたからなのか。そういう優しいところはよしきに似たのね。そういうところはパパそっくり。へえ、そうなんだ。今ではそう言って笑うことができている。それもよしきとの幸せな思い出があるからだ。私は天国にいるよしきに向かって微笑んだ。それから私は秋を連れてよしきのお墓に行った。パパ、私ね。よしきの墓石に向かって今までのことを報告する秋。その様子を私は見守っていた。みずきさん、あきちゃん。声にハッとなって振り返るとそこにはよしきの母親、私の義母がいた。義母は秋に優しく微笑み私を手招きする。みずきさん、あの子のこと今でも思ってくれて
ありがとうね。いえ、ヨシキがいたから私は秋に会えましたし、たくさんの思い出をくれましたから。そう、ヨシキはいつもあなたのことを話していたわ。思い出すように遠くを見つめる義母を見た。彼女は私に優しく微笑む。あの子はきっとあなたたちに幸せになってほしいと思っているわ。でしょうね。ヨシキはそんな人です。きっとヨシキなら自分のことで泣くよりもいっそ忘れて笑ってくれていた方がいいのだろう。それでも私はヨシキのことを忘れない。そうね。ねえ、今度うちに来ない？え？ちょっと遠いけど、もしよかったらヨシキのことで話したいと思うんだけど。きっと秋も喜びます。それから私と秋は数日義実家で過ごした。私も知らないヨシキのことを教わり、私たちは楽しい時間を過ごした。なんとなくヨシキが恥ずかしいからやめてって言っている気がして、余計に笑いがあふれた。私は娘はずっと守らなければいけない存在だと思い込んでいた。しかし秋は立派に成長し、私を守ってくれた。その時の秋はすっかり頼もしく感じた。ママ、中学の制服が届いたよ。あら、素敵ね。秋はもう守られるだけの存在じゃない。私たちは守る、守られるだけの関係ではなく、お互い手を取り合って生きていこうと思っている。さあ、秋の中学進学のお祝いに今日は豪華にしましょう。やった！私、ママのハンバーグ食べたい！わかったわ。これからも、ヨシキの分も秋を幸せにするために頑張ろうと誓った。そういえば、パパも私のハンバーグが大好きだったのよ。へえ、私、パパと気が合いそう。それはそうよ。あなたはパパの娘なんだから。そう言うと、にっこりと笑う秋。もしかしたら、これから先、父親がいないことで悩むかもしれない。それでも、秋の心に寄り添って、一緒に成長していこう。そういえば、沢口さんも、今度お祝いしたいから、一緒に食事でも行こうって。了解。そういえば、今度勉強を教える約束してたんだった。そう、すっかり仲良しね。うん、私、あの子のお姉ちゃんなんだ。ヨシキが秋にしてあげようと思っていたことを私がやってあげようと思っている。だからこれからも見守っていてね。そう心の中で言うとヨシキが笑った気がした。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。